そこ J-20 そこ J-20 そこ J-20 は1964年に初飛行を行ったユーゴスラビアの短座小型地上攻撃機、コイン機である。J-20 は長方形の翼平面型を持つ古典的なセミモノコックの全金属製構造の機体で、パイロットは暖房、空調付けの密閉式コックピットの中の調節式座席に登場する。 キャノピーは、後方スライド開閉式で、固定オー式の膠着装置には衝撃を緩和する、ゴム製、ダンパー、主車輪には、油圧式ブレーキを備えている。エンジンの一つには、出力 245kW のライカミング製グソ 480B1A6 レシプロエンジンがあり、ハーツェルプロペラ社製の3枚、可変ピッチプロペラ 1CB3Z20 から1、 1151C−5 を駆動し、2本の特別設計の放熱管によりエンジンの冷却が図られている。164kg 容量のゴム製燃料タンク2個により、完全武装状態で 623km の航続距離を実現している。直流 27V の電力が1、5kW の発電機とバッテリーから供給され、風防の曇り止め飛ぼう氷は、 温風と燃料の噴射によりなされている。J-20 は、昼夜間に広範囲の目視可能な地上目標に、対する低空作戦任務に特化して設計された。特に山間部の特別な設備のない臨時の飛行場でも、臨機応変に、並走や補給品を簡単に搭載できるように、考えられており、短距離の不正地下室走路やスキーを取り付ければ、 積雪地からでさえも運用が可能であった。本機はパルチザンの飛行機とも呼ばれた。クレイグッチ P-2 は近接支援任務を主目的にしていたが、操縦士の昼夜間の目視飛行訓練、地上目標に対する照準、ミサイル発射、爆撃訓練にも使用された。固定武装は、六650発の弾装を持つ2丁の7.7ミリメートルコルトブローニングマーク。 通機関銃とコックピット内の光学式小準機で戦闘任務用に爆弾と2機の 57mm と2機の 128mm 空対地ロケット弾発射機を機外に搭載することができる。主翼仮面のパイロンのアダプターは無誘導爆弾から12連装を 57mm 空対地ロケット弾発射機へ使用する並走構成を切り替えることができる。 クラスター爆弾や 128mm ル空対地ロケット弾を搭載することも可能である。ジェーンズ・オール・ザ・ワールズやクラフト1969から70。ありがとうございます。